スノーマン向井工事、ルルブタイバンコクアユタヤ一重引用二26、関東特集に登場。ノスタルジックな路地裏を歩く。タイへの愛が深いスノーマン向井工事と巡る、バンコクの路地裏の魅力とは。スノーマンの向井工事が、12月11日に発売される、ルルブタイバンコクアユタヤ一重引用二26の関東特集に登場する。千二十三年に続いて紙面に登場する向井は、 タイ人の母を持ち、幼少期は毎年タイに里帰りしていたという。今回はそんな向井と共に、ノスタルジックな雰囲気が漂う、今注目のエリアタラートの多いの路地裏へ。紙面では、タイ料理が大好きな向井も知らなかったというメニューに初挑戦したり、チャオプライヤークルーズでは珍しい体験をしたりも。向井が語る路地裏の魅力や元の表情がたっぷりの特集が、全6ページにわたって堪能できる。